界釣り三昧です。今回はジギングに新たにね、電動ジギング用ロッドとリールが追加されたんで、それの紹介をしたいと思います。今週はね、釣りに行かなかったんですよね。だから道具の紹介ってことで、今週はこれ2017年東京モーターショー、これに行ってました。目的目当てはこれだね。これトヨタセンチュリー、これを見に行きました。この詳細はブログで見てくれてる方はこのブログの下に、YouTube から見てくれてる方は下の説明欄のとこにブログのリンク貼っとくんで、そちらでね、そちらからもしよかったらブログの方を見ていただけたらなと思います。はい、ということで今回はこれの紹介、電動リール、電動ジギング用リール、中古なんですけどね、ブレイズ3000、おっとブレイズ3000、中古で買っちゃいました。とクロステージ電動ジギング、これね、電動ジギング専用ロッド CRXJB60M 電動6フィート、150g までのジグ、ライトな感じでね、ライトな感じなのに、これはブレイズの3000番です。で、後のメンツは、あ、おっと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 、超重てんだよね。後のメンツは変わってない。ソルパラに、ブルーマックスと、クロステージに、エアノス XT の 5000PG です。で、タックルボックスもね、ちょっとね、バッテリーを積まなきゃいけないんで、新調しました。これがバッテリー。ここにバッテリーが入ってます。これバッテリーね、2つ、ロンク、これね、安かったね、アマゾンで安く買った。端子が電動リール用じゃないからちょっとね挟みにくいんだけど、まあ別に外れないし、 12V の 14Ah、これ1個で全然ね、丸1日電動ジギングブレイズ3000番でしゃくってても持ちました。予備でもう1個 12V の 12Ah を一応持ってってます。でこれね、コードね、電動ジギング用、電動リール用のコード、あとはこの中にフィッシュグリップやらハサミやらフライヤーやら、あとサビキとか落とし込みとかの仕掛けと、リーダーとリング類、あとこれは100均で買ったカードケースに入ってるアシストフックたちと、ジギングで使うメインのジグたちですね、がここにドサーと、まあ結構適当な感じで入ってます。こっちにこんな感じで入れてあります。よいしょよいしょ。これがちょうどいい感じにこのタックルボックスの中に収まる感じですね。でクーラーボックス、ホリデーランド改めホリデーワールド、これね安いんだよね。これで48リットルだったかな、確か。ホリデーワールド、
48リットルだね。前はね76リットルかなんか使ってたんだけど、どでかくて、で伊勢湾の釣れる、伊勢湾で釣れる魚だったらね、多分このサイズで全然持つ、全然入る。で保冷力がいってー、保冷力がしょぼすぎるんで、中にね重作の断熱材を入れて、断熱材この間に氷入れて魚を入れていく感じで、使ってます。で実はこの前これを使ってね、タチウオを釣りに行ったんで、その動画は、その時のビデオは次回紹介したいと思います。それでは今回はね、この電動ジギング用のリールとロッドを新調したんで、それの紹介と、タックルボックスとクーラーの紹介でした。それではどうもご視聴ありがとうございました。よかったらね、ぜひブログも見に来てください。